さあそれではいよいよ準決勝全員出揃いました。ここでまず一組目川端雅人対黒井篤ということになりますけど、当然川端のマシンは走ることができませんので黒井篤がこれで決勝進出ということになります、はい、そして準決勝の二組目末永正夫熊久保信重という対決になってまいります。黒井は今ねもうどっちでもいいからかかってきなさいという状態でしょうかねこれね。はい、さあというところで今走った熊久保がすぐにですね、この後スタート地点に行かなくてはならないと、末永正夫か熊久保信重か、いよいよこの後決勝進出をかけたこの両者の対決スタート。この野村さんはあまり関係ないですね。何なんだこれ。いやよしって何がよしなんだか全然わかんないですけどね。さあ何でしょうこの応援は。なんかさ、さあ戻ってきた田中ってさ、はい、パチンコ屋の呼び込みみたいだね。そうですよね。さあ熊久保の応援は D1 ドライバーの2人で、末永正夫の方は東洋タイヤのキャンギャルでしたか、ね。キャンギャルだね。この違いは何なんでしょう。さあスタートしていきました。決勝進出をかけたこの両者の対決。まずは1本目。さあ 300R まずは末永後ろから熊久保。ゴブだ。同じような状況。ゴブで飛び出してきた。さあこっから熊久保が食い込む。熊久保が食い込む。きたー。サイドロックオン。64。決めた熊久保。やっぱり1本目は64。だけどこの後追いで64取るっていうのはもう絶対セオリーだよ。そうですよね、うん、決勝進出をまたしてもこの熊久保開幕戦同様行くのか、それを阻止するか末永正夫今動き出します。2本目です。まずは熊久保、その後ろに末永正夫がどう入り込むか。どうだ 300R から、そしてここの審査員席前に来た。来た来た来た。おお、さあこれはどうでしょう。これは決定です。決勝進出末永正夫だ。73説明をお願いいたします。この 300R の出方ですね、はい、熊よりもずっと、はい、角度がついてます。角度がついてますね、はい、でここからノーズをどん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 入れてきてる。そのノーズの入れた差と考えていいですかね。そうですね。でここ一瞬角度をつけてで熊が持ってきましたよね。この角度のつけ方、ね、これ後追いとして末永正夫のが上回ったと。そうです。熊久保信重のお株を持ってったということになりますね。さあいよいよ決勝戦ということになりました。2007年オートバックス D1 グランプリラウンド2 in 富士、最後の対決です。チーム東洋ドリフト黒井篤、そして今年から東洋タイヤに変更してきた末永正夫、タイヤとしては東洋タイヤ同士の対決。今ここでかなり集中をしているのが末永正夫、そして対する黒井篤の方は不戦勝で勝ち上がってまいりました。ここまで来て本当に嬉しそう。そしてさらには初優勝をかけた対決ということになります。過去18人目の優勝ドライバーというところに名を連ねるかどうか。やっぱり黒井もいつ勝ってもおかしくないドライバー、ね、さあもう間もなくこれから動き出そうというところでしょうか。最後の戦い、さあスターター三浦今合図をしてこの両者が動き出しました。さあ1本目黒井篤先行、あとはい末永正夫どうだ。うわー来た、ぴったりと来てる、ぴったり、まさかだったか。黒い流れの中に来た、さらに突っ込んでくるところにちょっと戻り気味、これはかなり突っ込んでは来たけどもちょっと戻り気味だったんじゃないかという気もしましたけど、73黒い、うお見てて、ビタビタで来たところ、正夫が戻るから、ここあーまっすぐだ、ここでまっすぐになっていた。かなり近づきすぎて一瞬末永がまっすぐ、ここ戻る、さらにまっすぐな状況で食い込んだんですが、福神松田からも、はい、正夫の戻り、どうやら73黒い篤ということになりました。まだまだチャンスあるか末永正夫、気合い入れすぎたね。いやちょっと 300R 近づきすぎましたかね、あれはね。ちょっとこれは末永正夫の自滅的な状態と、そうだね、いう形になってしまいました。さあ初優勝に王手をかけたということになります黒井篤、今動き出しました。2本目、さあ見えてくるのはまず末永正夫、その後ろから黒井篤が動いてくる。さあまず来た末永正夫に対して両者が流してくる。この辺はどうだ、この辺は末永がいい状態だ。
うわあ、これはどうやら決定ということになりますか。はい、さあこの両者が今我々審査員席前にやってまいります。すぐに優勝の発表ということになります。今両者が戻ってまいりました。黒井とそして末永雅夫と、さあ今お互いの走り、この健闘をたたえ、そして今発表のコールを待ちます。2007年オートバックス D1 グランプリラウンド2 in 富士スピードウェイ、優勝したのは優勝黒井、黒井敦初優勝。見事に決勝戦を制しました。黒井敦今稲田大二郎より優勝トロフィーが渡されます。そして今賞金ボード50万円が稲田大二郎より受け渡されました。おめでとう、おめでとう。さあさらにこの優勝いたしました黒井敦にはグランツーリスモアワードプレイステーション3が渡されます。さあシャンパンを掲げたこの黒井敦、マサオかけろ、マサオさん、マサオがかけた、末永マサオが一気にかけまくり状態、逃げる黒井。さあこれを両者が掛け合う状態、さらにうわいった、うわーいった。さあこれから優勝インタビューということになります。今までねあんまり成績良くなかったんですけど、もういろんな人に僕助けられてやってきたんで本当にありがとうございました。今日川端がやっぱり走れなくなって、そうですね、でも悔し涙を流してたっていうのを聞いてから、はい、もう完全にスイッチが入りました。なるほど、はい、ありがとうございました、はい、おめでとうございます。まあ本当に黒井もおめでとうだし、はい、で熊を破った正雄、はい、で熊の腹に入った小口、ね、小口と、これはねこれから本当に優勝してきそうなドライバーがいっぱいいると、いっぱいいる、はい、黒井おめでとう、おめでとうございます。黒井敦初優勝を決めました。川端からちょうどですねメッセージが入っております。医務室におる川端から、次はもっといい車作って必ず戻ってきます。ファンの皆さん心配かけてごめんなさい、次回もっといい走り見せると川端も言っておりました。最後まで見ていただきましたファンの方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは今回見事初優勝を決めました黒井敦です、おめでとう。頑張りました、偶然頑張りました。やったねおいちゃん、はい、ちょっと川端が事故しちゃったんです。あの時はちょっとどういう思いだった？ですね、川端が事故して大丈夫かなと思ってたんですけど、医務室で、走りたいって泣いてたらしいんで、でそれでちょっと知っちゃいちゃいました。これ聞いて絶対これはもう負けなきゃいかないと、いうのが強かった、はい、なるほどね。いやじゃあもうそれだけに本当にもう落とせない決勝戦、はい、相手末永雅夫にスピードで勝てる自信がなかったので、でも角度勝負に出ようかなと、キーは300かなと思って300を思い切り角度つけて出てきました。はい、確かにその角度も十分あったし、はい、その後のミスもそうない状況で、はい、見事に2本で勝負決まりました、はい、見事に初優勝、はい、本当におめでとう。ありがとうございます、ありがとうございました。一言言ってください、カメラに向かって。川端これを見たら次は勝負です。ありがとうございました、はい、おめでとう、ありがとうございました。優勝黒井敦でした、おめでとう。次回は川端の対決がぜひ見たいです。はい、衝撃のクラッシュから2週間、川端はすでに仕事に復帰していた。皆さんご心配かけてすいませんでした。今ではこんなにピンピン仕事をしています。また今回の事故でゴールデンウィークを休みをフルに取れてちょっとラッキーかなって思っているぐらいなんで、また皆さんの前で元気いっぱいの走りをしたいと思いますので応援の方よろしくお願いします。